研修中の登録販売者ですが、今の職場に疑問点があり、大型施設の中にある登録販売者として採用されましたが、現状4時間ぶっ通しレジですが、採用された職場はそんなに長くレジをすることはないと言いましたが、口約束はあまり当てにならなく就職するか検討中です、後日相手側からまた連絡が来るそうですが悩み中ですと。なるほど。レジが嫌なんだねこういう時に考えとかなきゃいけないことは、自分にとって都合が悪く、都合が悪いことが起こる前提で行動した方がいいですね。例えば今これこの話で言うんであれば、4時間そんなレジすることはないよって言って言いましたよね。じゃあ例えば、じゃあ3時間半もあるかもしれないですよね。3時間50分もあるかもしれないですよね。4時間って言ったから、4時間もレジすることないよ、でも3時間50分はあるけどね、みたいなね、そういうへりくつの部分ですよね、あったりするしですよ。だから自分にとって都合が悪いことが起こるだろうと思っといた方がいいです、うん、自分にとって都合が悪いことがあったとしても、そこに行くだけの価値があるだろうなということが見出せるんであればいいと思います。でその時に肝心なのは、自分のその一線をちゃんと設定しておくことですね。この一線は絶対超えてはならないっていう自分のボーダーラインですね。それをちゃんと決めておきましょう。例えば、残業は絶対嫌とか、あとは、そうですね、セクハラは絶対ダメ、パワハラは絶対ダメとか、そういうのは決めておきましょう。例えば私で言えば、無意味な残業でプライベートな時間を潰されるのが私大嫌いなんですよ、だから私の中ではそれを絶対超えてくるなと、うん、それを超えてこようとするやつは全力で叩き潰すと私決めてるので、そうしてます、うん、そういうルールを自分の中で決めとくべきですね。だってそうでしょう。なんでそんなさ、自分のその人生を削ってまでさ、可愛い子たちとさ一緒にいる時間を犠牲にしなきゃいけないの。なんでさ、クソみたいなさおっさんのためにさ、こんな可愛い子との時間を犠牲にしなきゃいけないの。おかしいと思いません？なあ。